ご覧いただきありがとうございます。今日はグラビアに挑戦した女子プロゴルファーについて徹底解剖していきます。女子プロゴルファーの中でも写真集を発売したり雑誌のグラビア撮影をされるというのが最近になり増えてきました。皆さんはグラビアに挑戦した女子プロゴルファーご存知ですか？それでは行ってみましょう。1、野田すみれ選手。野田選手は1999年生まれの22歳で、ティーチングプロとして活動する傍ら、グラビアアイドルとしても活動しています。野田選手は東京都の世田谷区出身で、3歳の頃ゴルフを始めました。3度の小学生チャンピオンとワールドジュニアの日本代表の経験を得て、2017年にプロデビューを果たしました。グラビア進出に対して野田選手は、最初はちょっと簡単に考えていて、記念に20歳の若い時の写真を残しておこうかなというニュアンスで始めたんです。そうしたら自分が心変わりしてやってみたいなと思ってたんです、と語っています。グラビアアイドルとプロゴルファーの二足のわらじについては、やりがいだらけですね。本当に充実した毎日を送れていて幸せだなと感じています。ゴルフ仲間や友達からも、今までと全然違うことに挑戦していてすごい、かっこいい、と言っていただけています。あとは自分自身の美意識が高くなったり、とコメントしており、これからの活躍も期待ですね。2、竹村真琴選手。竹村真琴選手は1990年生まれの33歳で、スタイル抜群の美人ゴルファーとして知られています。竹村選手は父の影響で9歳の頃にゴルフを始めました。ジュニア時代から頭角を現しており、全国中学ゴルフ選手権大会では見事優勝に輝いています。2009年に初めてのプロテストを受けると一発合格を果たし、見事プロデビューを飾りました。そんな美人ゴルファーの竹村選手が2021年にグラビアに挑戦し、世間を騒がせました。インスタグラムにはプロポーション抜群の水着の写真を以前からアップしており、グラビアデビューしてほしいと言われており、念願のデビューとなりました。グラビアの挑戦に対して竹村選手は、ゴルフ以外の挑戦は初めてだったので不安もありましたが、お褒めの言葉をいただけて嬉しいです。これからも一味違った私を表現できるように頑張ります、とコメント。ファンからもグラビアアイドルに引けを取らない美しさと絶賛の声が上がっていました。3、藤田美里選手。藤田美里選手は1996年生まれの27歳で、3歳からゴルフを始めました。2017年にプロテストを受けるも一次予選で敗退し、惜しくもプロゴルファーの仲間入りすることが叶いませんでしたが、ベストスコアは69とゴルフの腕前はピカイチです。そんな藤田選手ですが、2014年の日本女子ツアー開幕戦で姉の藤田光選手のキャディーを務めた際にスカウトされ、芸能界の道へ進むことになりました。現在はゴルフもタレントもお仕事の範囲で続けていきたいと話し、プロへの道は考えていないことを断言した。ただモデルをしながらゴルフの腕を上達させるのはなかなか難しいらしく、ゴルフは体を鍛えるけどモデルは体を絞らなきゃいけないので真逆、と苦戦している様子で、過去にはゴルフで日焼けしてしまって怒られたこともあります、と笑顔で明かしてくれました。ゴルフの腕も生かして、今後モデル界に新たな風を吹かしてくれると嬉しいですね。4、松田玲選手。松田玲選手は1998年生まれの25歳で、10歳から競技を始め、ナショナルチームでも活躍した姉ゆりさんと共に腕を磨きました。高校卒業後、キャディーのアルバイトをしながらプロテスト合格を目指し、2017年に2度目のプロテストでトップ合格。同期には勝みなみ、新垣ひなら黄金世代がおります。2018年に10度のトップ10入りを果たし、賞金ランキング11位で初シードを獲得しました。2019年のドライビングディスタンス3位と、飛距離は国内トップクラスを誇ります。グラビアを経験した松田選手は、普段は絶対に着ないであろう派手な服に驚きを隠せず、これ私が着るんですか、と天然ぶりを発揮したという。初挑戦のグラビアに対し松田選手は、こういう機会も滅多にないことなのでやってみよう、と挑戦を試みたという。撮影後は、これは恥ずかしすぎて自分で見られないとコメントし、撮影に恥ずかしさがあったことを明かしました。5、小沢みなせ選手。小沢みなせ選手は1992年生まれの31歳で、10歳の時からゴルフを始めました。岐阜県にある中部学院大学のゴルフ部に所属した小沢選手は、地元での大会などで好成績を収め、在学中に徐々にその名前を知られるようになりました。現在はティーチングプロの資格を所持して活躍しております。プロを目指す中で大きな怪我をしてしまい、医者から5
ゴルフは一生できませんと告げられたことで、ティーチングプロの道に進むことになりました。その後、ゴルフサバイバルをはじめとするテレビ番組に多数出演し、グラビアにも挑戦したといいます。最初はグラビアなんて私にできるのかな、やってもいいのかなと思っていたと明かしました。しかし恥ずかしがるのはやめようと思って吹っ切って撮影に挑んだと話し、終わった後は自身が思っていた通りの見せ方ができ、すごく達成感があったと笑顔で語っておりました。6. 金田久美子選手。金田久美子選手は1989年生まれの34歳で、3歳でクラブを握ると、8歳で世界ジュニア選手権を制するなど、天才少女の名を欲しいままにした。プロ転向までに15回のベストアマを獲得しましたが、プロテストで不合格となるなど苦しんだ時期もありました。しかし2011年の富士山系レディスでツアー初優勝を挙げ、順風満帆な選手生活を送りました。ファンからは金組という名称で親しまれております。グラビア撮影について金田選手は、すごく楽しかったです。衣装も可愛いし、こういうお仕事もしてみたかった。記念に残るので嬉しいですね、と語りました。おしゃれ番長の金田選手ですが、過去には自身の SNS に、格好ばっかり気にしてないで練習しろと誹謗中傷が届くこともあったというが、ツアー通算2勝を飾り、プロゴルファーとしてもしっかり成績を残しております。いかがでしたか？ゴルフの実力もあるのに、抜群のプロポーションを誇る女子プロゴルファーは本当に尊敬できますよね。ちなみに皆さんはどの女子プロゴルファーにグラビア挑戦してほしいですか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは国内女子プロゴルファーについての情報を発信しております。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。